こんばんは、バースデーのメンバーです。このバースデーチャンネルではですね、福岡市中央区大名にあるバースデーというセレクトショップのチャンネルとなっております。紹介しているのが、こちら、ファッション、スタイリングだったり、商品紹介、着方のレクチャーなど、そういうものを紹介します。そして、香水のサノマ、そして、e バイクのアルコンと新しく仲間に加わったスーパーセブンティスリー、こちらの走行だったり、スペックだったりを紹介しているチャンネルとなっております。いろいろこういうスタイルだったりですね、ライフスタイルにまつわることを紹介しておりますので、気になる方はチャンネル登録とグッドボタン、そして他の動画もぜひチェックしてください。はい、で今日はですね、今までですね、過去にいろんなバースデーの中で洋服を紹介してきたんですよ。今日はですよ、一番スタイルを多く紹介します。めちゃめちゃスタイリング紹介しますよ。もう先にスタイリング撮っちゃったんですけど、もうビビるぐらい疲れるぐらいもうスタイリング撮りました。最後まで飽きることなくスタイリングを楽しめると思います。今バースデーにある中で、過去に紹介したもの、紹介してないものも含めて、僕がちょっとおすすめするスタイルをですね、約10から20近く紹介しているので、最後までぜひご覧くださいね。まずはですよ、今日僕が履いてるこのマインデニムのベルボトムのスタイリングを紹介します。そしてですね、それだけじゃないですよ。細身のデニム、ワイドパンツ、異素材系、変化球のパンツなど、様々なバリエーションでお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。それではまずはベルボトムからどうぞ。はい、まずはレターズのバター柄のカッティングシャツで合わせております。シャツの概要欄はこちらと、スタイルアイテムはこちらです。以上、ワンスタイル目でした。はい、2スタイル目、こちらカッティングシャツのネイビーです。こちらアイテムの方はまだ紹介しておりません。ですが、スタイルアイテムはこんな感じです。はい、こちら3スタイル目、カッティングシャツの上さん側です。概要欄こちらにあります。スタイルがこちらです。じゃあ続いて4スタイル目いきます。はい、こちら僕が愛用しているウエスタンシャツのフルオーバータイプです。こちら貼ってますのでぜひ見てください。スタイリングのアイテムはこんな感じです。そしたら次のスタイリングいきます。続きまして紹介するのはネイビーのカッティングシャツにライダースはブラックを着用しています。紹介の方はこちらで、アイテムはこんな感じです。次のスタイリングどうぞ。はい、こちらはブランケットブルゾンとカッティングの上さん柄で合わせております。こちらとこちらです。それではお次のスタイルどうぞ。はい、今回はフライトジャケットとこちら僕が愛用しているプルオーバーシャツで合わせております。こちらとこちら、ご覧ください。でここからはですよ、次はですね、パンツを変えたスタイリングをご紹介していきます。最後までご覧ください。次はですね、ブラックデニムを、細身のブラックパンツを軸にしたブルゾンをですね、変えながら紹介していきたいと思います。今回使っているブルゾンはこちら、どうぞ。パンツもこちらです。スタイルアイテムはこのようになっております。
他のブルゾンもお楽しみください。今回はショートブルゾン縛りですよ。はい、スタイルのベースはそのままにブルゾンだけ書いております。こちら三原康弘のゼストロイドデニムジャケット、こちらありますのでぜひ見てください。アイテムはこんな感じです。さあ、ショートブルゾンのスタイルまだまだ続きます。はい、今回はマインデリのピケのジャケットを使っております。こちらから内容はご覧ください。アイテムはこんな感じです。そしたら最後ショートブルゾン、もう一発だけいきますよ。はい、今回はジョンのエブリワンで合わせております。こちらとこちらです。結構この感じ、ゆるっとした感じもいいんじゃないですか。最後はこちら細身とトップスはちょっとゆるめのシルエットのスタイリングでした。次はですね、デニムと細身と続いたので、ゆるめのパンツの異素材の雰囲気で合わせていきたいと思います。最後までぜひご覧ください。はい、今回はですね、ユハのレザーのワイドパンツと、こちらのボタニカルシャツとレザーコート、こちらで合わせております。こちらからご覧ください。スタイルのアイテムはこんな感じです。今回はですね、レザーの質感、異素材を生かしたユハらしいスタイリングです。こう脱ぐとこういうシンプルなスタイリングが映えるようなパンツとシャツになっております。お次はですね、夏らしいパンツ、こちらをスタイリングしていきます。はい、こちらが最後のスタイリングになります。最後はですね、こちらマインデリムのパジャマセットアップのこちらパンツと、三原康弘の T シャツとユハの半袖シャツで合わせます。半袖シャツと T シャツはまだ紹介してないので今後ご期待ください。それではスタイリングの方、ご視聴ありがとうございました。スタイリングの方いかがだったでしょうか。いやスタイリングこれだけ紹介したらまあちょっと疲れましたね。でもこれだけ紹介することによって皆さんスタイリングのイメージがかなり湧いたんじゃないですか。まあお持ちの、まあ、デニムだったりシャツだったり、まあいろんなアイテムとの合わせっていうのが、まあ少しでもこうイメージする、こう手助けになれば、まあ、僕は幸いだと思います。まあ今後ですね、こういう春先の今時期から、まあ、使えるスタイリングだったり、春終わって夏のスタイリングっていうのも、まあこうイメージがある程度湧いたと思いますので、まあ今後ですね、洋服を選ぶ際の、まあ、ぜひ参考じゃないですけど、してみてください。最後まで見ていただいた皆様、ありがとうございました。こう、今回ですね、紹介したアイテムはすべて、概要欄からオンラインストアの方でですね、ご購入いただけたり、ご覧いただくことも可能ですので、ぜひそちらもチェックしてみてください。なんかこう気になる方とかですね、こう不明点とかサイズ感とか教えてくださいとかあれば DM だったりコメントでお気軽に、お問い合わせください。それでは皆さん、また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。